渡来郡玉城町のシンボル、玉丸城跡。恵まれた自然の中に四季折々の景色を楽しむことができます。これまで7年連続町の部入賞を果たしてきた玉城町チーム、今年はさらなる高みを目指します。今年もちょっと目標を高くして2時間30分を切って町の部3位に入賞できるチームだと思っております。町の部3位入賞を果たすため玉城町チームが導入した秘策がこちら、城坂スタートダッシュ左折れ特訓。坂を駆け下りていきます。さあ落ち着いて落ち着いて転ばないように。玉丸城跡の地形を生かし、市長対抗駅伝のスタート地点と同じように急な坂道を左に折れる難しいコースを練習しています。玉城町の代表として出るので頑張ろうと思います。スタートダッシュで勢いをつけた玉城町チームの中盤を引っ張るのは5区40歳以上男子を走る小林隆久選手。40歳の時にメタボだったのでちょっと痩せようと思って走り始めて、それから、出たいなという気持ちになりました。明るい性格でチームを盛り上げます。自分史上絶好調です。そして後半は地元の声援が背中を押します。高校生の女子区間は玉城町の中ということで、町の皆さんに応援してもらえるいいコースなので、去年よりもいいタイムで走りたいと思っています。地元の期待を背負って玉城町チーム伊勢路を駆け抜けます。2時間30分切って3位入賞、一致団結玉城町。おー